小学校2年3年生がスタートなんですけど、まあうちの小学校が沖縄の中でも結構強いサッカーチームで、で兄弟4人いて、長男はやってたんですけどすぐ辞めたんですよ。でそれもあって、まあ、そんなに見る機会はなかったんですけど、教室でやっぱり着替えてるの格好良かったりとかって、まあ、そのちっちゃいきっかけなんですけど、まあ、それから、スタートしました、はい、もちろんプロになりたいっていうのはもう常に思ってて、小学校でももう月水土日が練習試合だったりっていうのがあったんですけど、うちのその小学校は違う練習ない火曜日でも公園に集まってサッカーしてたんで、まあおのずとどんどんプロになりたいっていう思いがあって、小中高ってずっとサッカーは続けてたと思います。はい、まあその当時FC リーグ立ち上げの時が一番やっぱ大変で、で2年間ぐらいみんな仕事しながらやってたんで、その思いもあるちょっと思い出のチームなんですけど、やっぱりちょっと仕事しながらのサッカーっていうのは朝練習して午後、仕事しに行って、で夜帰ってきてまた朝一から練習っていう毎日それの繰り返しだったんで、でやっぱ大会だったり試合に勝たないとうちらはその環境を変えきれないっていう必死に戦ってたような、今思い出すと思い出のチームですね。はい、まあこの FC 琉球立ち上げ前のチームの時から、まあ19、20歳の頃にラモスさんと出会って、まあビーチサッカーをしながらフィールドのサッカーっていう形にを取ってたんですけど、まあいい経験、もちろん19、20歳の普通の年では経験できないことを、経験させてもらいましたし、まあ、その当時は本当に T シャツに国旗つけてラモスさんと一緒に戦いに しに行ってたので、FIFAの管轄じゃなかったので、もうすぐ負けて終わった時期もありましたけど、まあそれがビーチサッカーとの最初の出会いっていうか、まあ経験でしたね。はい、そうですね、最初のきっかけがもうビーチサッカーもやってて、まあ、フィールドにまた戻ってのめり込んだみたいなのがあるんで、ビーチサッカーのちょっと経験があったっていうのもあって、やっていくうちにどんどん感覚的に思い出してきた部分もありましたし、まあ、その当時フィールドをやってたんで誰よりも走れたし体も強かったんで、まあその時は本当に両立して難しいところもあったんですけど、一番体が乗ってた時期じゃないかなと思います。でも幼少期だとか、それこそサッカーを普通にこう中学高校でやってる時からやっぱり砂浜の上でボールを蹴るというのは日常的というか、まあ遊びとしてやられていたっていう。そうですね、やっぱり沖縄にいるとその環境が目の前であるんで、まあ、ビーチでサッカーっていうのはもちろんありましたし、そこからその大会だったり触れ合うきっかけっていうのは他の人よりも多かったんじゃないかなと思うので、まあなりやすくなったのも、早かったんじゃないかなと思います。そのフィールドと一緒に両立してやってる時もラモスさんに呼んでいただいて、でもちろんフィールドで、頂点目指してたんで、ビーチサッカーももちろん呼ばれた時は一生懸命やってましたしなんですけど、やっぱその時はもうビーチサッカーだけっていうのをだけは考えてなくて、もちろんラモスさんに力貸してくれって言われたら自分は行って結果出すつもりでいつも言ってたんですけど、まあその2008年とか7年でフィールドにいる時にラモスさんにビーチ呼ばれて大会に行った時とかに、まあみんなの前でラモスさんが、まあ前とも本当これからはビーチ一本でやる気持ちがあるんだったらもう真剣に戻ってこいと、フィールドをもうやめてビーチに来いって言われた時に、まあ考えたことはなかったですけど、まあもう一度本当にちょっと考えようかなと思ったきっかけだったんじゃないかなと思います。やっぱり
ちっちゃい頃からフィールドのサッカー見てる、選手でしたし、でやっぱテレビで見てる人が沖縄で来て指導してくれるっていうのに憧れて、海外も行かず沖縄のチームに入ったっていうのもあるので、やっぱその分やっぱラモスさんの存在っていうのは本当大きくて、やっぱサッカーももちろんそうなんですけど、本当ラモスさんその人間的なところに素直にこの人についていこうと思った気持ちが大きくて、やっぱ FC 琉球最初立ち上げの時お金もなくてみんな公園でサッカーしてる時もテレビで見てた、ラモスさんが一緒に弁当をね買って食べたのが今でも思い出すんですけど、やっぱそういう思いがあったのであの時もまあ頑張れたっていうのもあるし、まあラモスさんにいろいろ怒られることの方が多かったですけど、全然なんていうんですかね、ついていこうっていう思いだけは常にありましたね。まあビーチサッカーの思い出っていうか、まあまだやってはいるんですけど、まあ、誰もが本当に日本の国旗をつけて行けるわけでもなく、でやっぱり衝撃だったのはブラジルで試合の時に何千人っていう人がホテル上から見ると並んでる状況を見て、やっぱりビーチサッカーやってよかったなと思ったし、あの観客の中で、出場して君が聞くっていうのは頑張ってやってきた甲斐があったなってその時に思ったんで、まあ必死でしたけど、本当に楽しくやってよかったなって素直に思いましたね、その瞬間は。イタリアワールドカップの時が結構いい思い出ではないんですけど、他の大会ではある程度精一杯戦って、まあ本当に1点差で負けたとかっていうのだったんで、可能性が絶対あるって残っていつも帰ってきたイメージなんですけど、イタリアワールドカップの時だけは本当に不甲斐なかった思い出で、でまあ食事だったりとかっていう言い訳はいろいろあったんですけど、まあそれであってもまあ本当に予選敗退っていうなんか嫌な大会だったんで、でその時に一応ラモスさんといろいろ話をして、やっぱりお前がとりあえず元気出して引っ張っていかないとチームが良くならないって言われた時のこの燃え方だったりっていうのと、まあパフォーマンスがあんまうまくいかないっていうその温度差っていうのは、まあまだあの時は若かったなっていうので、まあ後悔して次の大会に当てたっていう思い出のあるちょっと大会だったんですけど、はい、まあ最初はうちらもやっぱ手探りで、で日本を背負っていくっていうのはいろいろ言いながらも大会ではそんな結果が出ない時期もありましたし、それっていうのはやっぱり経験でどんどんついてくるもんだと思うので、一試合一試合そして一つの大会を重ねるにあたって、どんどん日本を背負って戦いに行かないといけないっていうのを感じてたんで、まあ今の若手がいい悪いの問題じゃなく、その最初の一発目で日本を背負いますっていう言葉はまあどんどん経験増えていった後の言葉と重みが全然違うんじゃないかなとは思いますけどね。そうですね、まあ、ビーチで本当に大会に出る時にはまあ年もそんなにまで上じゃなくても自分が本当に引っ張っていく気持ちで行ってましたし、まあ、もちろん今もそうですし、やっぱ結果出さないと
若手にも強く言えなかったっていうので、まあ大会行く前とかもう大会途中とかも、まあ、常に自分が先頭に立って戦うっていうのが、まあ、何かしらやっぱりプレッシャーがあったと思うんで、毎回なんですけど帰ってきてから、風邪ひいたりなんか、やっぱそのプレッシャーから解き放されて、やっぱ どっかでプレッシャーがあったんだなっていうのをその時に感じましたね。もちろんちょっとまだ代表は本当にまだ諦めきれず、今年のアジア予選をテレビで見てやっぱ火ついた部分もありますし、あそこの場に入れたはずだったのに自分の、怪我だったりっていうので入れなかった、その後悔っていうのは未だにあるので、まあまだ代表を一応目指したいっていう思いでビーチサッカーを続けてはいるんですけど、まあ後々はやっぱり牧野コーチみたいにビーチサッカーの、スタッフになって、で監督っていう形っていうのは常に思ってビーチサッカー携わってますけど。